今回の問題、無線 LAN のセキュリティ規格について答えてください。 WEP と WPA は暗号化アルゴリズムとして何々を使っていました。現在最もよく利用されている WPA2 は暗号化アルゴリズムとして何々を使っています。新しく登場した WPA3 は認証方式として何々を使っています。何々という技術は電波の状況に応じて接続するアクセスポイントを自動的に切り替える技術です。キャップワップはアクセスポイントと何々間の通信を制御するプロトコルです。フレックスコネクトはアクセスポイントとコントローラーが接続できなくなったらアクセスポイントが何々するモードです。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。 WEP と WPA は暗号化アルゴリズムとして RC 法を使っていました。 WPA2 では暗号化アルゴリズムとして AES を使っています。新しく登場した WPA3 は認証方式として SAE を使っています。キャップワップはアクセスポイントとコントローラー間の通信を制御するプロトコルです。フレックスコネクトはアクセスポイントとコントローラーが接続できなくなったらアクセスポイントが独立して動作するモードです。お世話になっております、マサルです。今回の動画で無線 LAN についての動画は最終回です。これまで説明できていなかった大切な用語について学習していきます。今回取り上げるのはワイヤレス LAN のセキュリティ規格として WEP、WPA、WPA2、WPA3、 そしてローミング、キャップアップ、フレックスコネクトについて勉強します。それでは無線 LAN 最終回、一緒に頑張っていきましょう。まずは無線 LAN のセキュリティ規格について勉強します。無線の通信は電波を利用するのでデータが第三者にも届いてしまいます。なので無線の通信は必ず暗号化しなくてはいけませんというのは今までの動画で何度かお話ししてきました。無線を安全に利用するためのセキュリティ規格はこれまでにいくつも開発されてきました。こちらがこれまで利用されてきたセキュリティ規格を図にしたものです。無線通信が始まったばかりの頃は WEP というセキュリティ規格を使っていました。WEP はワイヤードイクバレントプライバシーの略です。イクバレントというのが同等という意味を表しているので有線と同じぐらいプライバシーを守れるよという意味のセキュリティ規格だったんですが、2001年に WEP に致命的な脆弱性が発見され、2003年頃には WEP の解読ツールが公表され、その解読ツールがあれば暗号通信が解読されてしまうという事態になりました。このため WEP の利用は推奨されなくなりました。WEP の次に登場したのが WPA です。 WPA は Wi-Fi Protected Access の略です。使用する暗号化アルゴリズムは WEP との互換性を意識して RC4 にしたのですが、暗号化方式を TKIP という別の暗号方式にすることによって安全性を高めました。 WPA は WEP と比べて安全性はかなり向上したのですが、 WPA でも利用されている RC4 の暗号化アルゴリズムはやはり一定の条件が揃えば暗号通信が解読されてしまうことが分かりました。そこで生まれたのが WPA2 です。 WPA2 では暗号化アルゴリズムとして AES を採用しています。 AES を採用することで RC4 の脆弱性をカバーすることができ、安全性がさらに向上したのですが、2017年に WPA2 の脆弱性も発見されてしまいました。とは言っても WPA2 の脆弱性は過去の WEP などの脆弱性と違いクリティカルな脆弱性ではないと判断されており、現在でも WPA2 は安全なセキュリティ規格であると位置づけられています。とはいえ脆弱性が報告されているので新しいセキュリティの規格も登場しています。それが WPA3 です。 WPA3 は新たに SAE という認証フローを導入して、より安全に暗号鍵が作れるように安全性を向上させています。 SAE について具体的な話をするとかなり複雑になります。なので SAE についてはざっくり理解をしておきましょう。 WPA2 まで利用されていた PSK の場合はあらかじめ共有しておいた鍵、プレシェアードキーの情報を使って暗号通信をするための暗号鍵を作っていました。しかし WPA3 の SAE を使うと PSK プレシェアードキーの情報を含まずに暗号鍵を作ることができます。 SAE の方がパスワードの情報が含まれないので安全性が高くなるということです。より具体的な例を挙げると、WPA2 で12345というような脆弱なパスワードを使うと12345という情報を使って暗号鍵を作るので、暗号鍵の情報が推測されやすくなり暗号通信が解析されるリスクが高まります。
しかし WPS3 で12345というパスワードを使ったとしても12345という情報自体は使われずに別の情報、具体的には MAC アドレスや乱数を使ってその情報から暗号鍵を作るので、その分暗号鍵が解析されるリスクを下げることができています。現在少しずつ WPS3 の利用が定着してきています。では次にローミングについて勉強します。ローミングは電波の状況に応じて接続するアクセスポイントを自動的に切り替える技術です。無線 LAN のクライアントはノートパソコンやスマホのように移動できる端末であることが多く、その場でずっと使い続けるとは限りません。移動すると接続していたアクセスポイントとの電波が届かなくなることがあります。電波が弱くなると通信が不安定になるので、電波の強いアクセスポイントに自動的に接続を切り替えます。これがローミングです。ローミングの機能のおかげで同じ ESSID の範囲内のアクセスポイントでは移動してもそのまま使い続けることができます。ただ当たり前ですが、異なる ESSID が設定されている場合はローミングできないので、そこは注意しましょう。次はキャップワップです。キャップワップはアクセスポイントとコントローラーでやり取りするデータを制御するためのプロトコルです。キャップワップを使ってアクセスポイントとコントローラー間でキャップワップトンネルを作ります。キャップワップトンネルの中は大きく2つの情報が通ります。1つはコントローラーがアクセスポイントを制御するための情報、この制御するための情報がキャップワップのトンネル内を暗号化して通信されます。もう1つの情報は無線クライアントが利用する情報です。この情報はアクセスポイントを経由してコントローラーに届き、コントローラーから有線のネットワーク内に中継されていきます。この時の情報はキャップワップトンネル内を通りますが、暗号化はされません。暗号化をしなくては危ないと思うかもしれませんが、暗号化自体はクライアントとコントローラーで別の暗号化技術を使って暗号化されているので、キャップワップトンネル内でさらに暗号化をする必要はありません。このようにアクセスポイントとコントローラー間のやり取りを制御するプロトコルがキャップワップです。フレックスコネクタはアクセスポイントとコントローラー間の通信ができなくなったとしてもアクセスポイントが独立して動作するモードです。集中管理型の場合はコントローラーによって管理されているので、通常コントローラーとアクセスポイントの接続が失われてしまうとアクセスポイントは動作を停止してしまうのですが、フレックスコネクトモードを設定しておくとコントローラーとの接続がなくなったとしてもアクセスポイントは独立して動作を続けることができます。それでは今回は無線 LAN に関わる大切なキーワードを一緒に勉強しました。最後のまとめに移る前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティみんなの勉強部屋を運営しています。私たちの生活にインターネットは欠かせない存在となっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、これからネットワークエンジニアとして働きたい人、ネットワークエンジニアを目指しているわけではないけれどもネットワークの基礎を学びたい人など、様々な人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して横のつながりを作り情報交換してみてください。また最近はオフラインのイベントも力を入れております。もしよろしければ概要欄のリンクからコミュニティについて知ってもらえると嬉しいです。それでは今回のまとめやっていきましょう。無線 LAN のセキュリティ規格について勉強しました。 WEP と WPA は暗号化アルゴリズムとして RC4 を使っていました。しかし RC4 は脆弱な暗号化アルゴリズムであることから、現在使われている WPA2 では暗号化アルゴリズムとして AES を利用しています。しかし WPA2 も脆弱性が見つかっていることから新しいセキュリティ規格が開発されています。 WPA3 では認証方式として SAE というものを使っています。そしていくつかの機能についても紹介しました。ローミングは電波の状況に応じて接続するアクセスポイントを自動的に切り替える技術です。キャップワップはアクセスポイントとコントローラー間の通信を制御するプロトコルです。フレックスコネクトはアクセスポイントとコントローラーが接続できなくなったらアクセスポイントが独立して動作するモードです。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。